ラザル・フレベラノビッチは、ネマニッチ朝断絶後のセルビアの公。1371年、ウロシュ5世をもって、ネマニッチ朝が断絶すると、セルビアは、軍友が拡挙する分裂状態となったが、その中でもラザルは、最有力で主導的立場にある軍友であった。1386年、ラザルは、オスマン帝国の村と一世から侵入するように、迫られたが、これを拒絶して、 あくまでセルビアの独立を保とうとした。このため1389年、村と一世率いるオスマン軍とコソボ平原において、決戦を挑んだ。ラザルは、セルビア諸侯と連合軍を結成し奮戦したが、戦いは、オスマン軍の優勢に進み、ラザル自らが捕虜となった。戦いの最終局面で、離脱と降伏を装ったセルビア貴族によって、村と一世が暗殺されたため、 その報復として、村との後を継いだ、バヤジト一世により処刑された。生き残った息子ステファン・ラザレビチは、間もなく、バヤジトに侵入し、以後セルビアは、オスマン帝国の属国として存続することとなった。娘オリベーラ・デスピナは、バヤジト一世の日となった。ありがとうございます。